ちょっと、なんやねんな、もうおもちゃ持ち込んで、そんな子供やないんやから。おもちゃじゃないです。え、からくりです、ミニチュアの。あ、なんや、あ、からくりか。で僕は甘栗の方が好きやね。違う。え、私が言ってるのはカラクリミニチュアの、うん、この大きいバージョンが実際に滋賀県の工場で大活躍してるわけです。滋賀県のものづくりの現場を支えてるということですよ。やっぱり何かを支えるということは大事ってことだね。まあ支えると言いますとね、僕はもうこの店を支えてるわけですから、それは日本経済の一部を支えてるということになりますよね。このお店を支えてるのは私でしょ、ほら毎日払って。毎度ありがとうございます。これからもごひいきに、うん、今日はサービスに水道水なんか出しましょうか。水道水は、いや、水道水歌舞伎町ちょっと一瞬分かんなくて分かんなかったけどでも、ね、水道水いいと思いますよ。美味しいですもん。だってだって前井戸水でしたよ。そう、水道水の方が水道代かかってるからかちょっとグレードアップしたじゃん。そうか、まあ、井戸もありゃ水道も、まあ、水道ありますけどね。さて今日の滋賀経済ナウビズラボではアルミ製の構造材を使って工場向けの機械製品、まあ、よそみちゃんが先ほど遊んでましたよね、からくりですね、はい、こういう装置ですとかさまざまなアルミ製品を製造している SUS 株式会社をご紹介します。石塚里奈さんがリポートしてくれました。そしてはい、ビズログでご紹介したいのは今年に入ってから史上最高値を更新しました金の価格なんですよね、はい、なんと20年前の10倍になっちゃってまして、で今後もまだまだ上がり続ける可能性があるって言われてるんですよね、はいはい、そんなすごい金なんですけれども、金の価格の高騰の背景にあるのは何なのか、それからそもそも金ってなぜ価値があるのか、そのあたり解説したいですね、うん、はい、ではお知らせを挟んでビズラボからお届けします。アルミニウムの優れた特性を生かして開発されたアルミプロファイルは、私たちの暮らしや多くの産業のさまざまな場面で使われるなど、社会に欠かせない製品になっています。1992年の創業以来、30年間一貫してアルミという素材に向き合い、その可能性を広げ、今やアルミプロファイルの世界シェアナンバーワンの企業にまで成長した会社が、静岡に本社を置く SUS 株式会社です。SUS の関西の製造拠点、滋賀事業所。2008年の開設以来、主に東海、関西、北陸圏の工場自動化向けアルミ製品の製造・出荷を担ってきました。2023年に拡張された新工場は、製造・出荷額を 1.5 倍にし、関西広域エリアの製造現場を支援、雇用創出による地域経済の活性化に貢献しています。皆さんこんにちは。 SUS の新工場へとやってきました。皆さんご覧ください。とっても明るくて広いです。とても工場とは思えないぐらい清潔感が漂っております。さてこちらの工場でアルミを使って何が作られているのでしょうか。井口さん、こちらでは何が作られているんですか。はい、こちらでは FA と言いまして、ファクトリーオートメーションということなんですけれども、主に工場向け、時には物流センターなどの生産現場において、生産の装置課題、
あるいは作業台、台車などの重機を主に製作しております。で、とりわけ工場向けというところなんですけれども、お客様の環境とか、設備によって物の大きさっていうのはまちまちでございます。ですので我々はこう量産タイプの生産ではなくて、一品一品受注をいただくものに対して丁寧に手作りで製作をしているというところです。そうなんですね、はい、井口さん、こちらは完成した製品なんですか？はい、いえ、これは製品ではなくて、備品の台車になります。そうなんですね、はい、で我々の製品はお客様からよく工場向けのレゴブロックだというふうに例えられます。我々の商材であるアルミフレームを任意の寸法に切っていろんな部品と組み合わせることによって、まあ、いろんな高さであったり幅であったりあるいはこういう機構であったり、まあ、こういったものを自由に作ることができます。でご覧いただく通り、工場にあるシルバーとかイエローのフレームはほぼ全て自社の製品を使っておりますので、まあ、いろんなこうサイズにジャストフィットさせて作ってます。でこれも実際に作業が効率よく行えるようにということで、実際にこうカスタマイズして専用で作ってあるという形になります。 SUS の驚きの技術力を見ることができるのがこちらのショールームです。井口さん、こちらはどのようなお部屋なんですか？はい、こちらはショールームになります。ショールーム、確かにいろんなものが置いてありますね、はい、何が置いてるんですか？はい、弊社のアルミフレームを使って、まあ、一体どういうものができるのかというイメージを膨らませていただく意味で、まあ、いろんな展示品を置かせていただいてます。例えばこちらにありますのが、まあ、多段シューターユニットと言われるもので、こちらは物の重さだけで面白い移動させるというような仕組みになっています。こちらは、まあ、からくり人形からですね、ヒントを得て、このからくり機構という形で作って、あります。まあ、俗に製造業ではからくり改善という形で結構使われるんですけれども、物自体の重さを使って、搬送したりとかですね、はい、物を動かすっていうことが可能になります。SUS は単にアルミ製品を製造するだけでなく、このようなモーションユニットをお客様の工場に適合した仕様で提案し製造することで地域の製造現場を支援しています。グローバルな総合空調企業ダイキン工業株式会社、草津市の滋賀製作所ではおよそ10年前に SUS のアルミプロファイルを導入し、作業者の負担軽減に役立てています。我々この工場にはからくり工房というのがありまして、そこで SUS さんの部材を自分たちでカット調整してミニチュアを作って独自の動きを考えてます。それが実際に検証して成り立てば現場に原寸大のものを入れる、こういう動きでやっております。主には現場でシュートとか棚に使ってます。その中でやはりからくりっていうのが我々いろいろ考えてまして、1日にやはり数千回という同じ作業を繰り返しやられているので、ね、やっぱりそこ作業者の方はアシストしたい、まあ、楽に楽しく仕事をしていただきたいというので、まあ、いろんな知恵出してからくりを考えて作っています。何せ僕も素人なんで、まず図面というのを描けないんですよね。現場へ行ってスケッチとか、あとまあ同僚とか後輩もスケッチでこんなんやりたいという相談はあるんですけど、そこから実際に展開していくのに非常に時間がかかる。サイズとかどんなコネクタを使ったらいい、ジョイントを使ったらいい、なんかそれなんかこう写真で撮ったら即展開できるようながあればありがたいなと、もうこれあくまでも理想ですけどね、と思ってます。一般的に製品の搬送は物流会社が担うことが多いとされていますが、 SUS ではなんとトラックドライバーを自社で雇用し教育までしています。
それは一体なぜでしょうか。フレームなど長尺品の取り扱いに関しては宅配業者様では非常に嫌がられます。それで取り扱いにくいため無理に扱ってしまうと製品が破損し、破損することにつながってしまうんですね。 SUS では製品の特性を理解した社員が配送します。そのため配送クレームが発生しません。また宅配業者の配送では過剰に梱包することがありますが、 SUS では梱包レスで届けることができます。そうですね、直接お客様のところに我々は向かいます。そこで担当者の方や営業の方がなかなか出会うことのできない方に出会うこと、その現場を見ることができますので、そこで出た知識、気づいたこと、話した内容というのを情報を営業の方と共有するんですね。それにより、営業の一端を担っているということになります。実際これで訪れたところかっこいいなとか、結構目立っていると、でどこどこで出会ったということで結構お客様からお声掛けをしていただけますので、それによって乗っててよかった、自社のブランドが浸透してきてるんだなということを実感しております。 SUS の関西の製造拠点滋賀事業所、関西広域エリアの製造現場を支援し続けていきます。今日取材させていただいて思ったのが、 SUS の製品がいろんな工場でさまざまな形で使われていて、滋賀のものづくりを支えているんだなと感じました。ね、ドライバーまで自分のところでってきめ細かい対応ですね。本当にオペレーションに優れてますし、あとからくり機構改善ですよね。ああいったその改善の仕組みってすごく重要で、生産工程の負担少なくするじゃないですか。そういったところでこう日本を、社会を支えてますよ ね、 そうですね。本当にどれだけ AI の時代になっても、やっぱり人の力、からくりっていうのは大事なんですね。いや大事、ね、うまくできてました。まさに縁の下の力持ちじゃないでしょうか。 S すごい、 U 有益なシステムだと思います。 SUS 株式会社、今後にもますます注目です。ビズログです。経済に関するタイムリーなトピックスを解説コメンテーターの荻窪さんに分かりやすく説明いただきます。さて今回は、はい、今回ご紹介したいのはこちらになります。はい、金の価格ですよね。これ金の価格、上がってる、特に急激に最近上がってきてるのは、ご覧の皆様もよくご存知じゃないかなと思うんです。で、南さんはその株式市場、株価の動向っていうのを結構追ってらっしゃるじゃないですか。同様に金の価格の動向っていうのも追ってますか。それはもう、当然ですわと。買ってるか買ってないかは別として、ずっと注目はしてますよ。買っとけよかったなと思いながら。いいところついてますよ。その、金の価格なんですけれども、ちょっと、こちらご覧いただきたいんですね。なんと金の買取価格1グラムですよ。はい、この時点なんですが、13,477円となっています。でなんとこの金額こそ、今年に入ってから史上最高値をつけたその値段そのものなんですよね。今ねデリケートな時期ですからね、金利が下がるんだろうか、いやもうちょっと上がるんだろうかなってね、金の価格も左右されるってことですよね。あくまでねこの時点のものですから、日々動いてますでしょ。この瞬間には上がってるかもしれないし、下がってるかもしれない、もっといってるかもしれませんけどね。ただこれだけ見ると、でも1グラム1万3000ですから高いと思うんですけど、1グラムですよ、と思うんですが、どれぐらい高いのかっていうのはちょっと分かんないですね。そこでちょっとこちらも比較でご覧いただきたいんです。こちらは瞬間の最安値をですね記録した当時のものなんですが、1998年、同じ1グラムあたりで865円なんですよ。こんなに違う、もう笑うしかない、ですからこれ、あれですよね、15分の1の水準だったんですよね、当時。だから15倍になってるってことですね。すごいんです、これ。
じゃああの頃買ってた人は今頃ニヤニヤしてるんでしょうね。そういつもね思うんですよ、こういうの見ると後から思うんですよ、あの時戻っときゃってね、あの時よかったね、はい、タイムスリップできたって思うんですけどね。どんな上がり方してきたんですかね。その辺をですね、ちょっと金 の、 あの価格の推移グラフをちょっと見ていきたいんですよね、はい、こちらをご覧ください。はい、金のですね、買い取り相場価格の推移なんですが、ご覧のようにやっぱりずっと右肩上がりには来てますよね。そして最近になってまた急激に上がってきているっていうのが分かると思います。ぐんとね、はい、このですね、あの金相場 の、 あの価格の高騰の背景には必ず原因っていうのが あるはずじゃないですか。そりゃそうです、はい、ただその背景の前に、じゃあなんで金ってこんなにあの価値がついてるのかっていうのが不思議ですよね。そうですね、そのあたりからちょっと行ってみたいですね。はい、そうですよね。まず金の価値について触れる前にですね、金がどのような金属なのか、ここからねマスターものぞみちゃんも分かるように分かりやすく説明しますよ。ちゃんと聞いててくださいね。はい、はい、金はこちら、はい、原子番号でいうと79番で元素記号は AU です。さあそして他の金属と比べて、まあ、格段に輝きがあって、ここポイント、錆びにくい、ここポイントです、はい、さあそしてドン、ネックレスですとかイヤリング指輪などのジュエリーに利用されているということなんですね。確かに、まあ、最大の特徴は何といってもあの美しい輝きではないでしょうかね。何とも言えない輝きですよね。心惹かれます。じゃあなんでこんなに輝くかってのぞみちゃんが異様に反応してますけど、はい、輝くのかと言いますとですね、青色の光だけを吸収するんですね。青以外の光を反射するためにキラッとこの上品な輝きが生まれるわけです。また錆びにくいという特徴がありまして、ですから古代から、まあ、不老不死の象徴であるとされていまして、金の魅力っていうのは本当に底知れないですね。金の海があったら飛び込みたいですか。いや、頭打って痛いと思う。飛び込めないと思う。そっか、でも大好きな方が多いですよね。はい、本当ですよね、はい、なんか持ってるだけでこう心が豊かになるような気がしませんか。あー、わかる、はい、まあ、そういうふうにあのさせてもらえるものですね、はい、ね、そんなたくさんのですね、良い特徴を持ってる、まあ、金なんですけれども、はい、じゃあやっぱり金にはあの価値があると思ってる方があの多いはずなんですよね、そのなぜ金にあの価値があるのかっていうのは、主にあの4点挙げられることが多いんですよ、はいはい、ご覧のように希少性が高いこと、そして加工しやすくて用途使い道が豊富にありますよということ、はい、そして流動性が高いこと、で最後に長い歴史があって信用力が高いこととあるんですね、で今回はそのうち1番目の希少性が高いというところと、はい、それから4番目の長い歴史があって信用力が高いんですよっていうところ、はい、ここを解説したいんですよね、はい、まず1番目の希少性が高い、これはですね、金ってもう物質そのものは あるじゃないですか。これ、はい、有限なんですよね、地球上で取れる量がまあ限られています。だから希少性が高い、まあ、とにかく少ないんですよね、そこでちょっとこちらをご覧いただきたいんですが、今まで金は18万3000トン採掘されてきました、しかしながら地球上に埋蔵されている量はおよそ5万トンしかもうございません。はい、なのに、金の年間採掘量はというとおよそ3000トンということは、これ、ね、あと十数年でなくなっちゃう。ただこれ限定がついて、制限がついてまして、はい、今の技術で取れる量はっていう、まあ、条件付きなんですが、あ、なくなっちゃうんだってことですね。なくなっちゃう、やばい、はい、取らなきゃ、そう、買わないと今ある分、そうなんですよっていう心理が働くんです、ね、はい、圧倒的に供給の方が少ないんですよね、はい、で欲しい人がたくさんいたら当然やっぱり物の値段ってのは上がっていく、需要と供給です、これはあの分かりやすいですね、はい、でもう一つが信用力の面ですね、はい、こっちですね、これはですね、金の歴史っておよそ8000年前まで遡ることができるんですね。皆さんツタンカーメンの金のマスク、これ
金が使われていますよね、ええ、もうこの当時から装飾品として非常に貴重なものだっていうふうな認識がされていたわけなんですよね、ええ、ですから金の価値っていうのは古代から誰もが認めてきたっていうですね、はい、その証明がですねこう歴史が物語ってきている物語ってるっていうことですね、はい、その証拠です、ね、だって日本の神社仏閣だって金の装飾が、ね、施されていますし ね、 ね、うん、きらびやかでしたもんね、まあ、以上の金の高い価値を踏まえまして先ほどの金買取相場価格の推移グラフを改めて見てみましょう、はい、はい、このように右肩上がり落ちないいいですね、ずっと来てますもんね、はい、これはどういったことでしょうかという字を出しますドン、はい、これどう見ますか、はい、これはですね米国の同時多発テロというのがありましたよね、はい、それからリーマンショックがあってで新型コロナウイルスの感染拡大というのは私はもう最近経験したことですし、うん、まあ、現在も続いておりますがウクライナ侵攻ですね、うん、でこれって世界の情勢に関する有事なんですよね、はい、まあ、いわゆるその危機的な状況とは言い換えてもいいかもしれませんけれども、うん、はい、有事の際というのは株式市場特に例えますとね株価というのは大きく下がるんですよね、うん、はい、これは企業の企業価値っていうのが、うん、まあ、こういった有事を経験することによって、まあ、大きく落ちるだろうと見られますと、で先行指標なので、うん、株式市場って最近先に落ちていきます、はい、で一方でこれ金っていうのは物があります、うん、で希少価値も高いです、うん、安全資産だと言われていますし、うん、はい、長年の歴史株式市場の歴史じゃないぐらいですね、長年の歴史があるからそれだけ信用力があるんですよね、うん、でこういった要素もあってですねやっぱり金の価格ってこう有事の後上がってきてますので全部で、はい、そういったの歴史がありますね、はい、そういったのサイクルがあると言い換えてもいいですね、本当に有事の金なんですよね、うん、で金融資産の価値が下がると安全資産の需要が高まるっていう構図は、はい、これ円に対しても同じようなことが言えるんですかね、はい、そうですね、金の取引というのは世界中でされてますから、はい、基本的にドル建てなんですよ、はい、でドル建てというのは、うん、為替が影響しますと、うん、で今ですね以前に比べれば円安っていう状況じゃないですか、はい、非常に、はい、で円の価値が落ちますドルの価値が高いってことになると、うん、同じものを買うのにでもですね円をたくさん支払わないと金が買えないってことなんですよ、はい、ですからドル建てで仮に金の価格が同じだったとしても円で払う価格私たちが払う価格っていうのは高く払わなくちゃいけないってことですね、余計に払わなきゃいけないですね、そうですから値段高くなる持ってる方は逆に持ってる値段を売る時の値段が上がってるわけなので、はい、まあ、持ってるとその資産の価値も上がってるってことなんですよね、なるほど、はい、うん、そして安全資産と言いましたよね金っていうのは、はい、有事の際にはこの金にお金が集まると、うん、で有事が起こるときというのは誰もがですね不安に思ったり危険に思ったりするときなんですよね、うん、ですから世界不安が起きるときというのはやっぱり金に人気が集まりますっていうのは従来からずっと言われている傾向ですよね、そうですね、はい、私もそう思いますね、うん、それプラスこう行き場のない投機的なお金が流れ込んでくるっていうこともありますし、はい、いやこれからもねどんどん金については注視していかないといけないですね、はい、以上ビズログでした。さて今日は SUS 株式会社を通して滋賀のものづくりを支えるものづくりを見せていただきました。まあ、この殺伐とした時代の中でね、支えたり支えられたりってするのは非常に大切なことだなとしみじみと思いますので、今日はですね、私はこれを支えているんだっていう自負みたいなものを教えてもらおうと思います。まずはいろんなものを支えているこの方、及久保さん、ちょっとプレッシャーかかりますね公認会計処方でですね、はい、国民経済の健全な発展に寄与するという使命が我々にはあるんですよね。もう全然できてる自信はないんですけど、でもそのなんかね、一人の人間がやることでもなんかそういうふうに貢献したいなっていうのはずっと思い続けてますね、私は、うん、なるほど。のぞみちゃんはどうですか。私はですね、結構体がバキバキで整体に行くんですけど、はい、コツをつかんで母だったりも姉だったりもオイルでゴリゴリこうセルライトを
潰すこう技を取得しまして、はい、マッサージで家族を救ってます。いや私も救って任せてくれて本当に自分で言うのもなんなんですけど、はい、上手だと思います。そうなんだ、早速してもらおう、ね、私はどうですかね、なんか災害が起きた時に困ってる人を助けたいと思って防災士の資格もね取ったんですけど、まあそれ役立たない方がいいんですよ、いいんですけどやっぱ知識として持っておくといいかなと思います。いやもう何よりもね滋賀経済の番組支えてますから、いや皆さんに支えていただいて、はいはい、今日もつつがなく終わることができそうでございますさあではまた、はい、よろしくお願いします、はい、アルミとかけまして、マスターが作ったラブソングと解きます、はい、その心は軽くてサビがないね。それは金メダルだと思います。よかったです、よかったです。最初のそんな歌作らないでください期待をなしたくないような来週も支えてね、ありがとうございますそれでは次回もどうぞお楽しみに。